唐突なんですが、皆さんこれホンダの文字が見えるでしょうか。こちらは埼玉県寄居町にあるホンダの寄居工場です。ちょっとね、近くを通ったんで思わず止まってみたんですけども、実はこの工場の近くにですね、ホンダの専用駅、南寄居ホンダ寄居前というね、もう駅名にホンダの企業名がついちゃった駅があるんですね。ちょっとなかなかニュートラルになりませんね。なのでせっかくならこのホンダのスーパーカブ50で、ホンダのですよ、ホンダのスーパーカブ50でホンダ駅に行っちゃおうじゃないかということでね、これから向かいたいと思います。向かいたいと思いますと言っても、もう本当にすぐ着くんですけどね。本当にホンダの工場の裏にできたというか、駅と工場自体はもう直結しているんで、まさにホンダ専用の駅と言ってもね、過言ではありません。さて、ここを右折していくとホンダ寄居駅になります。もう本当に駅の周りはホンダの工場しかなくて、近くにある民家といえばこれぐらいなんじゃないですかね。ちなみにこれ何線の駅なのっていうと、東武の東上線の駅にもなります。今度ね、2022年ぐらいに狭山工場も放出されてしまうので、需要が増えるのではないかということで、ホンダが東武鉄道にお願いして作ったっていう駅になりますね。そろそろ駅舎が見えてくるのではないでしょうか。あー、見えてきましたね。あれがホンダ寄居駅です。おー、元気なボーイが走ってますな。ういホンダのカブちゃんで、ホンダ寄居前に到着。せっかくなので駅構内に入ってみたいと思います。階段を上って駅コンコースへ。2階が改札口になります。こちら左手に行くと東上線の改札口になります。ちなみにここをまっすぐ進むと、ご覧のようにホンダ技研寄居工場、ホンダ寄居工場へ直結というような形になります。それではせっかくなので改札内へ入ってみましょう。入場券を自動改札に投入。駅の構造は一面一線、ホームが一つに線路が一つとなっています。さて、気になる駅名ですが、ご覧の通り南寄居、そして下に小さくホンダ寄居前と書いてあります。おそらく日本で唯一自動車の企業名が駅名になっている駅と思われます。それでは最後にホンダ寄居前と書かれた駅名表とホンダのカブちゃんを合わせて撮影。動画は以上になります。皆さんご視聴最後までありがとうございました。